こんにちは、帯化秋水です。今日は5月の、本の方、5月号の中の漢字の古典九星球を書いてみたいと思います。九星球の課題はですね、こちらの方になります。楷書体の元となった、古典ですね。で、今の楷書の文字とは随分形が違うかもしれませんが、独特の特徴があります。伸びやかなすっきりした線、それから背が比較的縦長ですね。それから右側の方が伸びやかな感じの印象がします。はい。今回は4文字書きますけど、1行目がか、それから持ってで、画数が少ないんですけど、2行目が導く、養うがとても多いですね。なのでこちらの方を少し小さめ、1行目をちょっと大きめにして、半紙の中にバランスをよく書いてみたいと思います。ですね、それで書くときには筆ですけど、筆は指は3本ではなくてもう1本、人差し指、中指をかけます。それから親指、そこに薬指、小指とかけます。こういった持ち方で、書いていきます。かなり親指と筆の軸、この筆管の、角度を見てくださいね。よくこういうふうにして書いてる方多いですけども、横を向けてください。まあ真横、十字じゃなくてもいいですけど、少し斜めでもいいですけども、こんな形で少し手首は上げた方がいいですね。それでは少し書いていきます。少し楷書なんですけど、逆筆、右に行くにつれてちょっと太くなるような感じです。少し斜めですかね。口は開いています。トン、サッ、サッ。だいたいですね、真ん中よりちょっと右ぐらいですかね。下から少し入って、力が抜けてまた力、軽く持ち上げます。結構左側からですかね。縦はそんなに短くないです、長くないですね。横広がりに書いています。それから2行目、導くですね。導くは、点の位置、だいたいこの真ん中、字の書くところの真ん中よりも少し左ぐらいですかね。縦長の点、それから少し三角気味の点でしょうか。あとちょっと突き上げます。少し右側が空いてる感じですかね。それから、これも点がです、少し進入の点が三角、右は少し長めにゆっくりと持ち上げます。下の木なんですけど、この真下に縦の線があるぐらいで、このぐらいですかね。で、羽は
ほんの軽くです。よ、養う、養うも縦長の手。なくなりました。さっさっさっ、さっ、ちょっと苦しかったですね、ここはね。もうちょっと導くを上の方に持っていけばよかったですね。それでここに名前を、楷書、行書、行書ぐらいで書きます。行目がちょっと詰まりましたね。はい、それでは練習してみてください。ありがとうございました。